南野千恵子は、日本の看護学者、政治家。君党は朝日大受賞。恵みではなく、恵みを用いて、南野知恵子とも表記される。山口大学医療技術短期、大学部看護学科教授、日本赤十字看護大学看護学部教授、自民党参議院議員、参議院文教科学委員長、法務大臣、内閣府特命担当大臣、 日本ユネスコ国内委員会委員などを歴任。1935年、満州国の流行省、最最高自市にて生まれ、1946年に日本に引き上げる。その後は、鹿児島県にて育つ。1954年3月、鹿児島県立高南高等学校卒業。1958年3月、大阪大学医学部附属女産婦学校卒業。 看護学校卒業後、大阪厚生年金病院に勤務した後、イギリスに留学した。看護婦や助産婦の資格を取得し、帰国後は大阪市内の助産院や鹿児島県の県立病院などで勤務した。その後、東海大学医学部附属病院看護部次長と、東海大学医療技術短期、大学看護学科助教授を兼任した。以来、 大阪大学医療技術短期大学部看護学科助教授、山口大学医療技術短期大学部看護学科教授、日本赤十字看護大学看護学部教授などを歴任した。1992年第16回参議院議員通常選挙にて自由民主党から比例区に立候補し、初当選。以降連続3回当選する。自民党の党内では、 政は政策研究会に所属した。性同一性障害者性別取扱い特例法の成立に尽力した。小泉政権下では、第2次小泉改造内閣にて法務大臣と内閣府特命担当大臣として初入閣。法務大臣に在任中の2004年1名の死刑囚に対する死刑執行を命令した。その後、第3次小泉内閣でも、 再び法務大臣と内閣府特命担当大臣に任命された。これまでの業績が評価され、多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果たすとともに、法務大臣等として国政の数期に参画した功労により、2010年11月に朝日大受賞を受賞した。法務大臣在任中、国会答弁、記者会見にあたっては、即答を避け質問の度に、 官僚側に相談するという慎重な対応場面が多く見られた。ありがとうございます。